宝安区は中華、人民共和国関東に小新戦市に位置する四角区。宝安区は新鮮市西部に位置し、2010年までは経済特区外だった。区内に新鮮宝安国際空港を有す。近年は地下鉄の整備が進められ、1号線、2号線、4号線が整備され、新鮮市内中心部と、また5号線により、新鮮郊外部との連絡が行われている。 地勢は東高制定で、一番高いところは、羊台山の山頂。西部は、玉江川口部の三角口に面しており、海岸線の総延長は30.62キロメートル。玉江の川口部にあるため西部の沿岸部は、泥が堆積して、中石平野となっており、玉江三角巣に属している。東部の流下は、丘陵と盆地が、種の起伏の大きい地形になっている。 宝安区は1992年11月11日に設置された。宝安区設置前の宝安県の歴史は古い。古代は百越の一部で、東信の間は6年にバン具県から分かれて宝安県が置かれた。当時の宝安県は現在の新鮮市に香港を加えた広い範囲を管轄しており、東と南は南シナ海に面し、西は玉江川口部に面する。 中国南部の海上交易の要器となっていた。唐の取徳2年、宝安県は一旦廃止され、東岸県に属することになった。明朝中央の万歴元年になり、和光の侵入が激しくなったこともあり、東岸県の南部の旧宝安県部分が分割され、新たな県が置かれることになった。強信たちは、人心の一心のため、川、古河内信砂、佐 あやうため安から字を取って、新案件とすることを定義した。近代に入り、1942年に南京条約が締結され、イギリスに香港を割譲したことにより、新案件の範囲は次第に縮小し、新鮮側以南はすべてイギリスの植民地となった。中華民国成立後の1914年、全国の行政区画の再編により、新案件は、 河南省の同盟の県と区別するために、旧名の宝安県に改名された。宝安県には、新選挙という挙手があり、ここに、高級鉄道が通り、新選駅ができたことから、やがて県庁よりも新選挙が栄えるようになった。現在の新選中心街の東門商業区にあたる、改革開放が始まった1979年3月、宝安県は、 地区級の新戦士となり、1979年10月に、新戦鎮と演伝などは、羅国へと再編された。1982年には、新戦士の内中心部以外に宝安県が復活するが、1986年には、宝安県の砂頭里と上村市が上区になり、1990年1月4日には、宝安県南頭居、南山、蛇口、 西霊などが、ナムザン区となった。1992年11月11日には、宝安県の東半分の竜御影、大宝、布吉、酒田、坪山などが分離して、竜御影区となり、残りの宝安県西半分の竜下、観覧、西郷、福永、松御影、光明などが宝安区となり、宝安県は消滅した。二千七年五月十一日、 新鮮市人民政府は宝安区公明街道と公明街道を公明新区とした。2010年7月1日、宝安区と竜未影区は正式に新鮮経済特区の一部として編入され、2011年12月30日には宝安区の竜下、大波、民地、関連の四街道の部分が竜下新区とされた。竜下新区は2016年に、 流下区として分離した。新鮮郊外の工業地帯として発展している。特に流下地区には、台湾の電子機器受託生産企業である大鳥会、精密工業の機関工場が設置され、多くの工場労働者が居住する地区となっている。また地下高等が進む新鮮市においては、ベッドタウンとしての需要も高まり、地下鉄路線の拡充に伴いバイリン検査担地区を、はじめ、 大規模住宅地が整備されている。その反面市内と連絡する公共交通機関の輸送力の限界もあり、特に梅林検査館などでは通勤客でバスが大混雑しているが地下鉄流下線の開通による改善が期待されている。ダウンタウン、中華人民共和国の行政区分を参照。ありがとうございます。